クワナ奏者は、三重県クワナ市本町にある神社である。クワナ神社と、中富野神社の両者からなり、クワナの総陳寿者として厚く推計されている。正式名称のクワナ奏者より、カスガ神社、カスガさんの通称が、より多く用いられ、親しまれている。クワナ神社と、中富野神社は、共に、縁起式神明町の伊勢国クワナに記載されている。 式内社である。旧社格は、県社8月に行われる石取り御神事はユネスコ、無形文化遺産、山、保護、屋台行事を構成する、祭りの一つで、天下の記載としても有名である。当初は、桑名神社一社があり、後に、中富の神社が、境内に先座し、二社合社となった。現在も本殿は二境あり、拝殿を共有する構造になっている。 拝殿の礼拝書は、それぞれの本殿に対応する形で左右に分かれており、後輩、鈴、最銭箱等も一組ずつ設けられている。神門も異なる。桑名奏者は永仁四年、奈良春日神社から春日夜柱神を、感情合祀したことをきっかけに、以降は、春日神社と呼ばれていた。桑名奏者にはいくつかの名称がある。桑名奏者交渉。 カスガ神社俗称。クワナ神社、中富の神社近年までの正式名称。クワナ神社、中富の神社三重県神社町による名称。府県号社、明治神社資料に以下の五社と注釈が記載されている。他に以下の境内社がある。創建年代は、府県号社、明治神社資料では、つまびらかならずとされている。社殿では、当初は、 旧総部村にあり、慶光天皇40年から45年にかけて、宮町、宝殿町と先座し、現在の本町に沈まったという。新名町交渉最高には、旧地は、総部村の家殿であったと記されている。伊勢三宮名所図絵には、天武天皇が、人心の乱で当地から尾張美のに都会するとき、この地の地主にして、 砂欠羅龍王の女妙吉城が現れ、本寺は十一面観音、衰弱は三種の神宝であることから、三崎妙人と称し、虚空に飛び去ったという伝承が記されている。中富の神社は、神後慶雲三年、旧上野村の三条に創始されたという。延長五年、演儀式神明朝に、桑名神社に座と中富の神社が記載された。昭和二年、 中富の神社が、桑名神社の境内に潜座した。なお、中富の神社は、北桑名僧者、北桑名神社に合祀されたという意見もあるため、式内中富の神社としては、北桑名神社とともに論者である。桑名神社に座については、遺説はない。永任4年、中富の神社が、春日ガ神お柱を誕生し、春日大明神と呼ばれるようになった。慶長6年、 徳川幕府より、新寮桃石が、春日領寮として寄進された。伊勢三宮名所づに、中富の神社は、こうより、車両後寄付領主も尊敬ありて、当社第一の神社なりとある。明治8年、近代社格制度において合社に、列格した。なお、神宮寺仏原院は、旧別党だった。明治十四年五月、県社に昇格した。昭和二十年、 戦災により、社殿、楼門等の建造物を失った。昭和29年、廃殿が再建された。昭和59年、本殿及び平殿が再建された。平成7年、春日神官ミ環状700年祭記念事業として、楼門が再建された。変額は、桑名ナ奏者。断りがない場合、桑名市教育委員会文化財ホームページに移居する。 境内の制度を取り、ありがとうございます。